第19回国際公募展美は国境を越えて2022記念式典を開催いたします。国際牧友会主催の国際公募展美は国境を越えては、今年も1月27日から2月7日まで国立新美術館で開催され、コロナ禍ではありますがたくさんの方々にご来場いただきました。まずはじめに小林東雲会長より開会のご挨拶をお願いいたします。皆さんここにお集まりいただきありがとうございました。このコロナ禍において無観客という状況で今回は式典を催すことにいたしました。これによって全国の方々、さまざまな国々と地域の方々にもご参加いただけることになりました。なかなか難しい状況の中でこの展覧会を開くことが非常に不安でございましたけれども、皆様の出品者の方々の真心とですね、情熱を無にすることができないとい う義務感になりましてですね、何度か開催にこぎつけてました。開いてみますと多くの人方々から素晴らしい展覧会ですね、声をおかけ、いただきました。そのような展覧会ができて本当に良かったと思いますし、これも本当に皆様のおかげと感謝いたしております。では早速この度の特別選考委員の方々をご紹介いたします。美は国境を越えて2022展覧会始まります。英語の名称ではアートビヨンドバウンダリーズ2022です。国境という意識よりも私はここに来ていただくと80代から10代前の子どもたちの作品が揃っていることに感動をいたしました。美を作り出す心というのが全てのものを乗り越えて一堂に集まる心を一つにすることができるということをここでこの展覧会を通して世界へ発信しております。入り口には代表である小林東雲先生の大きな波の絵が掲げられています。海を通して世界中の美を求める人たちが心を一つにする展覧会、ぜひ皆様にご来場賜りたく存じております。美は国境を越えて2022年が始まりました。今年も世界中からたくさんの作品が集まって多くの人を楽しませ専門家も注目する新しい傾向の展覧会ができたということは大変結構なことだと思います。で、世界中から集まったのでいろいろな文化の背景があり、そういう人たちが日本文化に親しみ、これが世界の平和につながっていくのではないかと大変期待しております。で、皆さん日頃大変努力されてみんな上手な方ばかりです。日本の漢字や文化を直接知らない方も深く
勉強しているということに非常に感心させられました。で、皆長い経験を積んでいると思いますが、今後も一層努力されて、ずっと続けることによって、作品のレベルは上がり、知識は広がり、世界中と交流することによって世界中の人と親しく付き合うことができるということ、これはこの美は国境を越えての特色です。ですから、いつまでも書道や絵やその他の作品を通して仲良くお付き合いを続けていきたいと思います。皆さんにお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今年も美は国境を越えてが始まりました。今年はなんと23カ国世界中から作品が集まってます。去年もコロナの中で、どうなるかと思ったんですけれども、今年もちゃんとできました。これ素晴らしいことだと思いますね。で、水墨画っていうとなんとなく皆さん難しいと思われるかもしれないんですけれども、水墨画の魅力はともかく幅が広いことです。この展覧会23カ国世界中という幅広さもありますが、それだけではなくって、出している人たちというのがご老人から子どもまで、もう非常に年も幅広い。そして、筆と墨ですから、ささっと描こうと思えば誰でも描けるんですね。ですから、もう一つは、プロから、まあ言ってみれば素人、本当にサラサラと描こうと思ったら皆さんも筆と墨、紙さえあれば今でも描けます。そういう質の面での幅広さ、描いている人たちの層の幅広さというのがあるんですね。で、その幅広さを全て揃えた水墨画の展覧会っていうのはおそらくこれしかありません。ぜひいらしていただいて、水墨画の魅力を存分に楽しんでいただければと思います。それではご来場お待ちしております。今世界は混沌の中にあります。 COVID-19 をはじめとするウイルスで、世界の人たちは混乱をきたしておりますし、また国際紛争が あちこちで勃発して、非常に混沌とした時代に入ってまいりました。しかし、ここの美は国境を越えての展覧会には、その中で23カ国の人たちが集まってきております。国を越え、国境を越えて、美を通じて、皆さんが集まってきてくださいました。私は芸術を愛する者、美を愛する者には、背中には羽が生えていると思っております。この羽は空だけではなくてですね、国境とか、人種とか思想を超えて、どこでも飛んでいける、そんな羽を持っているんじゃないかと信じています。その羽を持った人たちが今、東京のこの六本木国立新美術館に集まってきております。紛争の当事国の人たちがスペースを協力し合いながら展示しております。隣同士で、仲良く展示してあります。このような展覧会がさらに広がって、美の世界から平和が訪れることを願っている次第です。この国際公募展美は国境を越えて、2022の展覧会場の中には、そういう美術を通じて心を通わせる人たちの思いがふつふつと湧き起こっております。ぜひご覧いただければ幸いです。
品は23の国と地域から640点の作品がこの展覧会に集まりました。各国からのたくさんの作品を拝見し、日本人はもちろん海外の方々の日本の文化や芸術に対する熱意がとても強く感じられ、大変感動いたしました。そんな数々の素晴らしい作品の中から特別選考委員の先生方に選んでいただきました特別賞の受賞結果をご紹介いたします。外務大臣賞 Foreign Minister Award を受賞、大賞Grand Award ウソブ・オレグ、準大賞 Semi Grand Award アレキサンドラ・メズメノバ、マルゴット・トーコ・オレニチャク、国際優秀賞 International Excellent Award ナタリア・メズブリュク、吉原・瑞宝、山下・純一郎、国際芸術賞 International Art Award 一条よしえ、関直子、佐藤東風。審査員特別賞三田村有澄賞 Jubilee Special Award 三田村有澄 Award 中町東子、足立東子。審査員特別賞高畑常信賞 Jubilee Special Award 高畑常信 Award タチアナ・イモネバ、坂田恵佳。審査員特別賞島尾新賞 Jubilee Special Award 島尾新 Award ガビ・ロッテス、浮田真雲。審査員特別賞小林東雲賞 Jubilee Special Award 小林東雲 Award 宮下長雲、岡島英吾。新人賞 New Face Award 佐竹葵。以上の特別賞のほかに一般賞として数々の賞が授与されます。今世の中コロナの厳しい状態ですけど、新国立美術館で春のような気持ちになっているような展覧会を開きました。これは国際公募展ですね。その国際作品の中で私は今回出品なさったのは欧州旅行の作品ですけど、今回はとても嬉しくて外務大臣賞を受賞されました。本当にありがとうございました。特に今回はその小林東雲先生の協力でいろいろ指導をなさってですね、このような作品を選ばれていた外務大臣賞、私はびっくりしまして、そして嬉しい気持ちでこれから頑張るのが力がなる、そういう場合で頑張りたいと思います。今後どうも会の発展と、皆さんも素晴らしい作品を書けるように、一緒に、協力したいと思います。心から感謝しております。本当にありがとうございました。
小林東雲会長によりますパフォーマンスをご覧いただきましょう。